はい、ケンさんです。今日は新今宮の駅に来ています。今からね、界隈を飲み歩こうかと思います。今から行ってまいります。行ってきます。無事撮影許可いただけまして、もうお料理の方が届いてます。ご覧ください。はい、一杯目に頼みましたのは、芋焼酎のお湯割りを頼ませていただきました。土手焼きが3本のんき屋さんといったら、ね、やっぱり土手焼きかと思います。定番になります、玉ねぎも一緒にいただきます。芋焼酎の合わせで本日は、ホタルイカのお気づけも一緒に、頼ませていただきました。タコはこんな感じです。皆さんお疲れ様です。乾杯。はい、濃さもね最高にいい感じの、芋焼酎をいただきながら、ホタルイカのお気づけですね。いただきます。そうしました。土手焼きですね。いただきます。もう見るからに肉厚のある美味しそうな土手焼きです。外でねお料理をいただくときに丸まま1個とかってなかなか出ないと思うんですけどね、ほぼほぼ玉ねぎの方が、半分になるのかな、形を残したままいただけるようになってます。いただきます。甘辛さとかのこういろんなパターンがね、今の3つの種類をいただいた中全部違うんですね。めちゃくちゃ美味しいですね。やっぱり独特なのはやっぱり土手焼きがすごいこう他では食べられない、甘みのある優しい味付けになっています。のんき屋さんいただいてきました。めちゃくちゃうまかったです。やっぱりねあの定番になるあの土手焼き、玉ねぎっていうあたりがねもう寒いあの冬をねしっかり温めてくれるっていうのはもちろん、芋焼酎に合わせていただきましたホタルイカのお気づけ、もうお酒がもうめちゃくちゃ進むあのいい一品になってます。お酒もものすごい種類あって、ちょっと私今日フューチャーしきれなかったかもしれないんですけども、本当にね朝のあのジャンジャン横丁は最高かなと思いました。
ごちそうさまでした。うまかったです。はい、のんき屋さんね、出まして、ちょっとねまた西成の方面に向かって歩いていっています。1軒目からね、酒飲みがもうひっくり返るぐらいの美味しいお店に行きましたんで、次からもねいいお店待っていこうと思います。行ってきます。はい、阪海電車の新今宮駅ですね、今通り過ぎてます。よいしょ。まっすぐね西側に歩いていくとね定番のお店があるんですけども、ちょっとこちらの方面に私はちょっと今日歩いていこうと思います。はい、本日ね行きたかったお店、到着しました。小島商店さんですね。イエース、今から行ってまいります。無事ね撮影許可の方をいただけましたので、もうねお飲み物とお料理が届いてます。はい、一杯目は、焼酎のお湯割りと、お料理を合わせに、卵焼きですね。お母さんが今ねしっかり焼いてくれて美味しそうな卵焼き出てきます。はい、それじゃあ皆さんお疲れ様です。乾杯。のお湯割りはめちゃくちゃ美味しいんですけども、ちゃんと濃さが分かって入れていただけるところのお湯割りはねすごく甘くてすごい癒していただけますね。美味しいです。おでん届きました。お母さんに教えてもらいました、筋ですね、あと卵、あと大根です。あと、合わせはセンス系超辛口を、頼ませていただきました。めちゃくちゃ美味しそうです。行くとこないか言うて自分で言い聞かせてもらえな。さすがやな思った。いや、弁が抜群かな。歯切れがやるやん。歯切れのね、ええ人と会うたらやな。俺らでもダジダジなるで。返す言葉ある。な。それが、そのテレビでずっとこうな、それは余裕はあると思うんだ。それは本当や。しゃあけどな。まあ酒飲んだら元気出るわ。ねえ。そんなもんな。共産党のことはもしかよ。まあそれはいろんな主義主張。あるかも分かりまへんけどな。せやな、3キロ取ってきたわ。まあ痩せるよ、ええやつ。はい、小島商店さんいただいてきました。めちゃくちゃうまかったです。もうだし巻きじゃない卵焼きから始まってね、美味しい、焼酎をお湯割り飲んで、最後は千助のねあの冷や飲んでってね、もうおでんとの合わせも最高でしたし、いいお酒がねめちゃくちゃ格安で飲めます。もう本当に地元で飲んでももっとするんじゃないみたいな、そんなお値段でしたけどね、せんべろ2連発でやっちゃいました。美味しかったです。ごちそうさまです。はい、久々に山木の、ホルモンが食べたくなって今から並びます。今10時、20分、1巡目はちょっと入れないかもしれないですね。はい、並んでみます。鉄板はね最初お店にしまわれている状態なんですよね。はい、ちゃんとロックをして、
おお。はい、これで鉄板の方が完成しました。はい、今マスターが生のねニンニクをミキサーの中に入れられてます。ヤマキのタレはねニンニクちゃんとねミキサーで揃うんですよ。あれだからうまいです。先月の1人ぐらい水曜日と同じもんですよ。何か届きました。仙台倒してる。これこれホルモン。あ、ホルモンが届きました。ホルモンとキモと危ない。希少部位の油。はい。あ、これ重い。へえ。出る光。これ皆さんの助けによってこう成り立っていますんでね。はい、ありがたい限りです。ちなみにちょっと兄貴はちょっともう顔出し OK なんで、いや OK じゃないかな、兄貴は写しておきます。はい、すいません。国際紙見えてないかも。前写ってますよ、もう香港国際警察。いや、前写しました、もう香港国際警察。すいません、もうドタバタがいろいろありますけども、具材が並んで、マスターが今ね、特製のタレをねすりながら、お肉の方も揃ってっていう形になっています。お肉すりごたまんですもん。もう距離を取るようなね、感染防止の、プレートが貼られていっています。はい、いきますか。はい、ちゃんとねこう鉄板にね挟まるようにできております。生配信か。違いますよ、これ。あ、なんや、はい、練習しようか。はい、全部買ってやん。まだ買ってない。はい、まだミキサーで、ちゃんと作られたヤマキのタレ、今入れられました。バットに入りました。美味しそうです。3本の指が周りにかけてね、湯気出すのもおしゃれですよね。はい。え、香りしますね、本当ね。うまい。昔よりバットはちっちゃくなりましたけど、あれですね、なんかこう深さが出てますね。いい感じです。多分これ鉄板を今馴染ましてるんですよね。そう。はい。確認したことない。やばい。気になったことない。一発目のこれ取れるなかなかないんで。特に最近ホルモン食えへんからね。やめて。来てなかったんですか、兄貴。え？あれ最近来てなかったんですか。いや、来てたけどホルモンは俺食べへんよ前から。マジですか。宗教上に豚肉食べられへん。お酒だけですか。お酒もあかん。え？何しとったんですか。イスラムやから。どれ。2杯。ほらもう全部すんにはやもう思ってあげて。うわすごい、いい感じで仕上がってきました。今めちゃくちゃいいとこ取れてるのに、もう兄貴もブワーなってるとこ。病気もって書いてる。お土産もって書いてる。西条凡次郎みたいな。はい、お土産お土産。わあ素晴らしいな。うわあ、うわあ、ございます。ホルモンと肝が、なってます。いただきます。いやホルモンいただきます。この人だったら共感してもらえると思う。あ、何の意味もなく美味しい。うまいわ。やらしい意味とか多分持ちぶさだもん。白元のカッティングもかなりね大ぶりなんでね、やっぱ美味しいです、うん、ニンニクもパンチがガツンと効いて、お酒にぴったりになってますんでね、来たらねしっかりみんなで、ね、息をつけて飲んでください。で兄貴が言ってましたよ、俺のせいかい。レバーいただきます。うまい。しっかりとあんなが本格ね、これうまい。これもっていうかのほとんどせいかい小麦食え。
ヤマキの入り気をちょっと反則って、ちょっとほんまにこのニンニクダレにこう最後後味で入り気いくとたまんないです。めっちゃうまいです。ヤマキさんやっぱね、肝がやっぱり私はすげえなと思いました。肝がポイントです。肝です。いやこう皆さんね、いろいろあるかもしれないですけど、肝がねやっぱうまいです。本当にこう厚みのある肝でいい焼け具合。厚み清し。いやちょっと言いたかっただけ。俺も言って思った。最近読まれてるんや。厚み清しもそうなんですけど、いい焼け具合でプリプリなんですよ。だからうまいんですよ。これ厚みがあるっていうのがポイントです。厚み清しがポイントです。それを言っちゃおしめよ。落ち着けられた。はい、今から、キク油いただきます。美味しそうです。はい、キク油いただきます。あーもう食べて、もうね、肝食べて、なんかこう他のお店の肝と何が違うかって、分厚さが全然違います。満足度がやっぱりね、噛んだ時の食感がもう全然違うんでね、そこがやっぱり美味しいっていうところですね。なんで人気あるかっていうのを明確に今日暴いていきます。キク油もいただきます。まばかれた。うん、キク油はね、分かりました。下処理した分をもう一回焼き直してるんで、プルプルで出てくるんですよ。焼き目がそんなにめちゃくちゃつかないキク油なんで、プルプルで食べれる。ということは、プルプルがもう最高にプルプル。企業秘密やんな。だから美味しいです。バラしちゃった。全部バラ、バラしちゃった。最低やな。バラしちゃった。スパイちゃうか。はい、久々に来た山崎さん、最高でした。めちゃくちゃ美味しかったです。キク油がね、みんな気になると思うんですけど、キク油も美味しいんです。でもね、やっぱり久々に来た時の肝の厚み、肝にやられました。入り気も美味しかったし、兄貴も優しかったし、今日も最高な山崎を過ごすことができました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。三角公園で一服しようかと思います。はあ、ゆっくりしたいですね。もう疲れた、飲みすぎた。はい、予約させていただきました。お店の方がね、もうすぐ到着します。前回はこの辺りでね、坂田恵子さんに絡まれて、はあと思いましたけど、今日はね、無事着くことができました。はあ、よいしょ。正式名称、居酒屋 R さんでいいですかね。R さん、今から行ってみようと思います。居酒屋ある到着しました。実はね、目の前にマスターさんが、はい、ありがとうございます。今日はね、ゆっくりお話できたらと思います。ありがとうございます。今日ね、ちょっといろんな私の本当にもう本当に私のヘマがいっぱい重なりまして、マスターとお話できる機会を設けていただいて、めちゃくちゃ嬉しいです。ちなみに今お料理ね、対象されているのが山寺さんのセット、ちょっとだけ映しましょうかね。ちょっと映させてください。おそらくこれはね、先に勉強してきました。マグロの頬肉です。はい、頬肉ですね。ですよね。はい、大将がね、ガチガチにやってくれてます。はい、ちなみに、この前がまな板、めちゃくちゃかっこいいまな板、スパー乗って、はい、気仙樹。はい。素晴らしいコース。小松さん、料理長小松さん、40年間和食しとんですけど、はい、小松さんがこの上に、アートとしてこれ持っていきますんで、今日は。マジですか。はい、ちょっと楽しみにいてください。いや、決め顔お願いできますか。間違いのない気仙樹で、いただきます。奈良のね、酒蔵のめちゃくちゃいい日本酒、私大好きです。いただきます。いや、日本酒を超えてますよ、これ本当に。はい、
マグロの頬肉が届きました。ちょっとマスターのお話が途中なんで、ちょっと一口だけいただいてお話続けますんで、ちょっとだけすいません。本当ね、今日マスターとね、本当はね、ちょっと違う日に約束してたんですけど、私が間違えてまして、ポカして今日行かせてくださいということで無理やり来させていただいてます。で、このごちそうでしょう、マグロの頬肉ね。答えはね、ちょっと食べてから言いますけど、これです。本当、脂がノリノリの、左右一個ずつしか取れない頬肉、マグロです。いただきます。今ね、こう脂が滴り落ちるのを抑えましたけど、牛肉と見まがうばかりの本当に脂分の落ち具合、あと肉肉しさがしっかり残ったのが頬肉の本当の美味しいところです。これを西成で食べられる R さん、もう魚介食べるんだったらっていう話ですね。で、話戻ります。まあ、その季節の食べ物には、はい、季節やから高いわけでなしに、でも味は美味しいけど安かったりするんですけど、はい、そういうものを料理長が探してきてくれて、はあ、で、まあ、知識がありますん で、はい、でお客さんとしても値段が下がったらやっぱりええと思うし、はい、そういう部分を結構取り入れてますね。前回お野菜の天ぷらをいただいた時、はい、なんかこうだっけな、本当に季節のいいお野菜が入ってて、はい、あ、すごいなと思って、他食べると結構するよっていうのが、あ、そうですね、格安で出ましたよ、はい、特に山田セットインはもう季節のも絡ましたりとか、そういうイメージがあるんですけど、はい、こう一つのキャンパスとしてそういうイメージを作って出していくんで、まあ、今回の料理も、はい、まあ後から出てくるんですけど、ある程度季節のも感じれていると思うんです。あ、なるほど、はい、ここまで聞いてると、もう本当にその新しい企業としてのマスターのこう考え方とか、お料理とした提供の仕方、西成としての新しい切り込み方っていうのをお話しいただいてるんですけど、こことは別にこう YouTuber の方もやっぱり来られてたりとか、そこはやっぱり他のお店の数に比べると圧倒的に多いと思うんですけど、そこに関してはそれはもともとユーチューバーさん、お客さん、オーナーさん関係なしに、はい、まあユーチューバーが来てくれた金売ってほしいじゃないんですよね。ただ人間同士の付き合いしよる延長線上でおるだけであって、うわ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 、で一緒に飲んだり食べたりが好きなんで、はい、ただそれだけのことですね。坂田恵子さんのね、はっちゃけ声とか関係なしに、そういう人のつながりって言っていただけると、我々ね、本当に下々のご友人はね、嬉しいですね。もう本当に人の心とかっていうのを垣間見ることって、動画のね、端々で見ることもできるかもしれないですけど、お店の方の、ね、お店の方のこう言葉で伝わりづらいと思うんですよ。私、ちょっと聞けて嬉しかったですね。ありがとうございます。いいで、まあ、そういう中で、はい、健坊さんが初めて来られた8年ぐらい前ですか、うん、西成に、はいはい、その当時って西成のお店って床にタバコ捨てる店って多くなかったですか？私が今選ぶお店、今でもそういうお店多いです。あ、ほんますか？でもね、やっぱああいうのって不衛生やなってずっと思ってたんです僕。そうですね。でも値段は安いなと、はい、その値段を安い中で衛生的なお店作りをまずしたいなと、はい、でその次の段階でやっぱりその季節、みんな結構この大阪市でおったとしても地方から来よる人って多いと、もともと地方の人、はい、今特に西成は特に多いですよ、ね、はい、そういう中で山で育った人、海で育った人、やっぱ季節っての思い出っていうのがあったと思うんです、はい、そういう部分を出していきたいなという。いや、すみません、もう僕いつもはっちゃけてる感じのこうマスターしか知らないんで、はいはい、今の山で食べた思い出、はい、海で食べた思い出、はい、年いってくるとやっぱり思い出で酒飲むと、ね、めっちゃうまいなと思って私は言ってるんで、秋に栗食うたらとか、はい、そんなあるじゃないですか、春の山菜食うたら、そういう部分とかを一つのメニューのお題としては常に置いとるんです。あ、なるほど、はい、でそれでその当て、食べ物の当てと記憶の当て、うん、それでお酒が進むお店っていうのを西成に作れんかなと。これほんまにね、動画だけ見るんじゃなくて一回来てください、本当に。
や たまらんぜ、あれ間近で目の前で私今お話しさせていただいてますけど、やっぱりこの結構あれですね、はい、あのぶつ切りで切って話してるんじゃなくて一本で撮ってますんで、ここ生だと思うんで、ナイスリアルだと思ってます。ありがとうございます。料理長が今ね、はい、タンを焼いていただいてます。焼き具合見ました、めちゃくちゃいいですよ。厚みのあるタンでこの焼き具合はやばいやつです。うわー来ました、牛タン届きました、やばいっすよこれ、牛タンということで、ね、こんだけ新鮮な牛タンめちゃくちゃ高いですから、楽しみです。ふと前からご覧ください。レモンでもわさびでもということで、ちょっとだけわさびかけて、レモンかけて、ね、ちょっとレモン、こちらいただいてみようと思います。色見てくださいね、焼き加減のこう結構ペチな方はその焼き加減すげえなと思うと思うんですけど、ちょうど油がにじみ出るぐらいの焼き加減です。いただきます。お店はそんなに新しくないよと、ここもあの知り合いが譲ってもらった店なんですけど、築10年ぐらいなんですけど、はい、でもその分衛生的にするだけであって、中の建物どこよりはやっぱり安く出したいなっていう。ああ、なるほど、はい、やっぱりね、この友達と食べに行くこととか多いじゃないですか、はい、なら美味しい、一番に美味しいが欲しいですね。でお金払うときに安かったなと、はい、まあ、そこも欲しいんで、安かったらまた次行きやすいじゃないですか、遊びに。でそういう中でね、料理を楽しんでほしいと、お酒も楽しんでほしいですね。もう多分ここ のロケーションで見る限り、はいはい、30代の方は、はい、その映像で、はい、見ることがあります、はい、最大50代60代ぐらいの方になるんですけどね、はい、20代の方って今来られてます、ね、あ結構来てます。あマジですか。あの TikTok とかが、なるほど、見て今お店を選ばれる方多いんで、はあ、上げてくれとそれで結構来ますね。わあ、もう僕もう飽きませんね、もうそんな若い人が全然あの全然20歳ぐらいの大学生の女の子とか来ますよ。あマジですか、はい、あでも上の方言うたら60代の方も全然来ます。そうですね、学生、まあ、学生かサラリーマンの方多いですねここは。あ、まあ、やっぱりメイン層はその今申し上げた30代ぐらいの方がメイン層、まあ、でもバラつきもありますね、幅がここは大きいと思うんですけど、そうですメインは40代の方になるかな。そう、女性率も高いですね、はい、女性っていうところにフューチャーしたお店、はい、私が西成のこう動画だったりとか、はい、実際あのお店行かせていただいて、はい、女性の心配りっていうのができてるなって思ったのは、はる、い、さん初めてだった。 ありがとうございます。なんか渋いが西成のなんかこう、はい、テーマみたいな、はい、安い渋いうまいみたいなところから、はい、その先で女の人も本当は来たいよそういうお店っていうので、はい、西成だからちょっとね男の人でも無理だっていうところを女性もターゲットに入れた上で来やすいお店っていうのが感じたのが初めて、はい、一番この店でお金かけたのはトイレ。トイレは見ました、あの自動で開きました、はいなるほど、ね、まあ、とりあえずねやっぱりトイレが汚いお店とかって男も嫌ですけど、やっぱり女性の方ももっと嫌と思うんで。そうですね、はい、そういう女子トイレだけ綺麗ですからね。あなるほどなるほど、まあ、あの家族で来れるお店にしたいんですよ、はい、あのお父さんお母さんの子供が、うん、なるほど、はい、僕あのいらんところ全部切ります、はい、すいません、で次焼き物来ました。うわーもうすごいの来ました。マグロのハーモニカ、スペアリブ的な感じでマグロをいただけるセビレの背びれ、はい、フォークで、削ぎ落としながらいただけるっていう、はい、とんでもなく美味しそうですね、はい、多分でもこれの方がこそげやすいかな。あ、マジですか、はい、なんかこう要はこうほじほじしながら、はい、
身をすくい上げて食べていくという作りです。今ちょっとめくれてるところが身になってます。これね、あの男の人がこう女の人をこう助けてあげながらとか、二人一緒にこそげ落としながら食べたりとか、そういろんなパターンがあると思います。楽しいですよ。なんかこう、あの海外のタレみたいなあれかなと思ったら、和風なタレで美味しくいただきますよ。マスターの面白い話とかを聞きながら、これはちょっとあのマスターのお話聞けるのはちょっと今回特別なんですけども、山寺さんのセットを頼むとこういう楽しいことができます。マグロのねハーモニカこんな感じで取って削ぎ落とせます。美味しいですよ。ありがたや美味しいです。フグの唐揚げいただきます。季節野菜の、フライものかな、天ぷらかなと思った一品です。めちゃくちゃ美味しそうです。創作料理のようなフグの唐揚げ仕上がってるんですけども、ちょっとマスター1個食べてくださいよって言うと食べていただけるそうです。お箸が手でいいんですか。マジこれすくえる。あ、おいしいおいしいどこここいつもの雰囲気になってます。さっきの神妙な雰囲気も、ね、いや、おいしいですね。おいしいですね。はい、かっこいい。でも、あのなんかジューシーな雰囲気の噛み具合の音がしました。いい感じです、はいはい、で最高なんですけども、今日ね私ね、あのもう一組あのすごいグループの方が来てコラボさせていただいてるんです。あの私がコラボしてるんですけど、コラボしていただいてるんですけど、あの A チャンネルさんとちーたろうさん、来られてます。あららららマジですか。ちょっとフグいただきます。あ、なんていうんですか、肉厚がしっかりしてて揚げ方がカラッと揚がってて、で塩加減ですね、それが最高にいい感じなんで、無調先になります。はい、コメントもしないとやり直し。私もちょっと皆さんの真似して、ちょっとフグ食べちゃっていいですか。これはちょっとね、フグってね、骨が、市販されてる分ってね、三つ股に分かれて骨がビンビンと入ってたりするんですけど、これ丸型はちょっと初めていただきます。どうなってるでしょうか。こんだけね、プリプリのこの部分の肉厚、身の部分の肉厚、こんだけあるのないですね。はい、あんこう鍋が届きました。はい、これ、はい、もうほんとコースの中でも花形になるね、お鍋、あんこう鍋にいただいてます。身がね、本当にもう芸術的です。このブルブルの部分とね、プリッと締まった部分、綺麗についてます。いただきます。いいお魚のもうホロホロ具合って、もう何回食べてもね、本当に真似できないんですよ。いいの、たまにしか食べれないんだけど、本当にうめえと思ってた。あんこう鍋は最後、雑炊になりました。いただきます。やったもんね。いただきます。うわ。今もう食べてめちゃくちゃ美味しかったんですけど、あのいいポン酢、いいお海苔の風味、おネギのシャキシャキ、それだけでも全然美味しいです。最高でしたね。このもちろん あんこうのお出汁も来てるんですけど、締めって本当にこういうことですね。最高です。最後フルーツ届きました。
これなんだろうな、これめちゃくちゃいい感じに熟したメロンとみかんと、みかんなのかな、ネーブルっていうのかなと、パインですね、出てきました。美味しそうです。パイナップルいただきます。R さんいただいてきました、マスターと一緒にね、はい、出てきましたけども、どっか行くかもしれません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。もうおる店行きます。ありがとうございました。ありがとうございました。マジで